こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、鉄打、心に横たわる、です。鉄打は地獄にいる毒蛇を表し、それが人の通らぬ道に横たわっているということで、真っ暗闇で身体極まった様子を言ったものです。この句だけを取り出せば、さてそこでどうするかと問う動きとなります。元は後藤恵元に出る逸話で、五祖法演が仏観恵厳、仏言聖音、仏家金厳の三人と山のついでに帰りがけに明かりが切れて、あたりは闇となり、そこで一句を求めたところ、仏観は西方端正に舞う、つまり目も鮮やかな鳳凰が真っ赤な空に舞っていると答え、仏言が鉄だ心に横たわると答え、それに対して仏家は観却下、足元ご用心と答えたと言います。明と暗、そしてそれを主翼した三者三様の働きを示したものです。それでは今から鉄打心に横たわるを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。